おすすめのムダ毛の処理法を教えてください真子、ま、さん20代女性アルバイトの方です脱毛をしていない女性っていないのでしょうかみんな肌がツルツルで私だけしていないのと焦りますもともと毛深く髪剃りで自己処理をしていますやっぱり毛穴というか届かない部分の毛のボツボツって見えちゃいますかまた見えた時どう思いますか 脱毛をしたいのは山々ですが、費用の面ですぐにはできません。目立たなくする方法やおすすめの処理方法があれば教えてください。はい、脱毛ですね。そう、これちこちらなんですけれども、まず一時的な処理の方法としては、うんうん、えまずあのマコ、ま、さんが特にね、特にそのセックスの予定がないとか <laughs> そういうことだったら、はい、普段は あの短くね、刈るだけででいいと思うんです短く整える感じかな陰毛とかの場合ね、はい、私はなぜか陰毛のことを先に考えてしまったが <laughs> 毛が濃い人は陰毛もすごいはずだからえとりあえずねあのヒートカッターっていう熱でねカットできるやつがあるんですんそれで短くすると毛の先がチクチクしたりしなくてこう。 手,あ手の当たりが痛くないのではいはいはいまんげはとにかくそうしましょうで、えー、腕毛とかすね毛、うん、これね剛毛の人って剃るとこうねた、なんだろうなチクチク反対側にうん、うん、毛穴に反対側にちゃんと剃っちゃうとあ、髪剃り負けしたり毛穴から血が出たりするんです<ー>なんで毛穴に対して 横に沿った方がいいんです<ー>どういうことかっていうとマンコだったら縦にこブツブツになって血が出るんで横にるんです<ー>でその時にね貧乏だったりすると同じカミソリを何回も使ったりしてしまうところですがカミソリを使ったら、えー、涙を飲んで1回で捨てましょうカミソリは。で 三枚刃とか、えー、最低三枚刃で最高は五枚刃のシックとかの高いやつですその替え刃を惜しみなく一回ごと捨てるこれはね本当ね綺麗に処理するための大事なことですでその際にきちんとシェービングクリームかジェルを必ず使いましょう私は、えー、ジェルがおすすめですなんでか剃ったところが見えるからクリームだと剃ったところが、うん こう見えなかったりして毛が残ってるか残ってないか分かんなかったりすることもあるんでジェルおすすめですでジェルをつけないで石鹸でもいいんじゃないかと貧乏だと思ってしまうこれがまたね間違いなんです石鹸を使うとなんかすげえ肌荒れしたり毛穴がボツボツなったり多分ね脱脂しすぎちゃうんでしょうねなんでああいうのは毛を柔らかくして負担なく毛だけ剃るっていうのが大事なんで 多分石鹸だとね水分が取られすぎたり油が取られすぎたり潤滑とかか柔らかくする度合いが足りないんだと思いますなんでえシェービングクリーム,をクリームもしくはロー,ローションジェルを用意しそして毎回新しい葉で剃るもうこれこの2個だけ頑張ってほしいでこれねぼつぼつは毛穴は見えるものなんです。 毛深い人はただこれねもうしょうがないんでやっぱお金を貯めてですね1度2度ぐらいいい全部レーザーザを打った方がいいですそうすると毛が弱くなって細い毛が生えてくるようになって毛量が明らかに減るんでまあ5万ぐらいだと思うんで全身やってもまあ5万ぐらいねお金貯めましょう。腕 まあ脇、脇、腕腕からとか 1V ずつずつでも全然構わないんでとにかくですねお金貯めましょう 1V ずつだったら1万しないところも多いんで真帆さんこれはねもうその脱毛のこと少しでも処理を減らすことを考えたら永久脱毛しましょうお金貯めてね。じゃあみ,みおちゃん何かありますか あるよねだってもう剃ったりもしてるもんねすいませんどれがベストなのいやーあの僕脱毛してないんでん僕も脱毛してないんですよあのこのレベルで脱いでる女で脱毛してないのかなり珍しいと思うんですけど今ね、し島さんの話を聞いててうわ参考になりますっていう感じだと僕はもうボディーソープで体洗ったついでにシャーって髪剃りで擦り切れるまで使っちゃった <laughs> ですけど あのちゃんとねあの僕は肌が強いんであんまり荒れないんですけど荒れやすい方はカミソリでね反る時はねあの体を柔らかくした方がいいんで、うん、皮膚をできるだけ柔らかい状態にだかお湯に使った後にあのに丁寧に剃った方が荒れにくいくらいしかないから <laughs> なんでても ブツブツになったりとかいやでもねブツブツにはね多少なりますよああとあの、うん、どうでもいい時はあの無駄に剃らない方がいいと思います自分の場合は仕事があるので、うん、毎日万んを剃るんですけれどもあの別に剃らなくてもいいんだったら剃る回数は減らした方がいいので大事な日とかあのプールに行く日とかしか剃らないようにして普段はあのあまり肌を傷つけないようにした方がいいと思いますが。 そうまあ自分はもう年齢的にあれなんですけれども眞子さん20代女性でアルバイトの方って言ってるので多分お若い方だと思うので若いんだったらさっさと脱毛した方が絶対長いいい目で見たらいいと思いますそうそ絶対お得しかも<う>わ脇なんか絶対やった方がいいよ、うん、脇なんか一生いらないじゃん <laughs> いないはんかあって,しいっていう派もいるみたいなので。うんうんうん まああってもいいんじゃないかなと思うんですけどでも愛用はいらねーし、うん、ねもう尻毛なんかいるわけないじゃんどう考えても確かに尻毛は、うん、もうムッキーになるといよいよいらないですよいら,、ね、らないよでも毛が濃いって言うんだから尻毛もすごいだろうしとにかく、うん、まあ優先順位は脇尻毛 尻毛先ですか？爪<な>が先じゃないですか？これから夏になって足を出すんじゃないの？まこさんだってこれからセックスするでしょう。<laughs> そしたらもうセックスはデンキの周りの毛の方が大事で。デンキを消してやりましょう。いやいや違うよ。舐めたらチンパンクするよ。舐めないで舐めさせるな。<laughs> <laughs> え？なんか明るいところで見えるところからやった方がいいじゃないですか。あ、血毛ってそんな目立つ？立じゃあ血毛は口の中に入ってくるんだって。 舐めてる時に。当たり前だけど。マンまと一緒で。マンコを舐めてる時に、血源も入ってくるんですか。血、うんと。こうべって舐めたら。そうなるよね。<laughs> <私 S 2> だってもう。<ー>ここ、ここの穴からさ。<laughs> <の>ここの。膣の、ね。膣の入り口までさ。これ、これぐらいしかないじゃん。そということは。肛門の周りに毛が生えたら。ここなるわけじゃん。確かに。そしたら。舐めなくても。ここ舐めたら、ふわっ。 ここにふわふわふわもうよくなないよこんなのやっぱツルツルが一番だねっていう方もいれば口に入るのも大容易って言ってくれるそうだからねそのあの完全にアナルを舐めるのは大腸菌だらけなので危ないとは思うんですけど確かにあのアナルの毛が長いのであれば少しあの。 ね、前をなめてる時に入らない程度に何,何カッった<や>ヒ,ヒートカッターとかね、うん、いやなんかそうあのアナルの毛は脱毛するべきかしないべきかみたいな話にね<ー>あの女の人となったので私はてっきり女の人がアナルの毛を、ね、脱毛するべきなのかっていう話かと思ったら、うん、全然やつらは違う話して男がするべきかし,しないべきかって話してて<ー>私は最初聞いた時にいやど,どっちでもいいわって思ったんです。でも 彼女たち曰くいやいやアナルの毛がない方が舐めやすいからっつってこの間あやみしゅんかさんが言ってたしあのー拷毛<う>、ね、の男どう思いますかみたいな相談がありますねそう,そうだからなんつうの私はちょっと舐めないしアナルの毛については考えたことなかったが、はい、舐める派の人がするとアナルの毛なんてもう舐めるのにはありえないっていう感じらしいんだってみんなそんなにアナルを舐めてるいやそうなんだよそこね <laughs> びっくりなんだけどそうなんだよねこれはね 特殊なさ、特殊な私の周囲の話かもしれんし<ー>いや、どこなの <laughs> ちょっと今度アンケート取って聞いてみます <laughs> ね、アナル舐めるのはあるのかないのかねどうなんだろうなじゃな,ないないなちょっとアナルはちょっと舐めないその優先順位はね、ちょっと真子さん次第なんですけれどもね <laughs> はい、あの今ね、優先順位付けしましたけどあの それは自由に決めてください。はい、<laughs> みおちゃん的にはおまんの毛は優先じゃねえだろう。なってそう <laughs> <laughs> 思うけどな。<laughs> 手とかね爪とかの方 <laughs> <て>あと意外と指とかさあと背中背中意外とね、はい、あのやり忘れることが多い。そう背,背中。背中でもあれ背中難しいよね。背中彼氏いないと無理ですよね。 そうだわ背中の毛を指摘してもらうこともなかなかない、ね、できないですしまあでも毛深いのを気にしてらっしゃるから背中とかは意外と縦髪みたいになってたら、まあ、てちょっと薄くねあのやっぱレーザーしてもいいかもいやでも確かにな,なんかそのセックスする機会があるのかないのかでだ,だいぶ優先順位変わりますねでしょあるよねいやもう私はもうアナルの毛はもうな,ないないなし そうねのご老人になるまでには処理した方が絶対いいと思う介護の面で, <laughs> ので介護の面で、ね、介護の面か真、ね、面目、ね、だな <laughs>